それでは、集まれ動物の森の、まあ、実況というよりかは、まあ、プレイ動画になるかと思いますが、始めていきたいと思います。まあ、ですので、あらかじめご了承いただければと思います。で、まあ、ようやく、まあ、手に入れることができまして、発売より、まあ、1日、まあ、2日後ですね、まあ、スタートすることができました。名前の記名ですよね。まあ名前はね、まあ、よく使う名前があるので、それで決めていこうかなと思います。でも最近ね、よく使ってるのもありますので、それにしていこうかなと。ね、名前がね、まあ、変更できないですが、まあ、決定。はい。で、誕生日ですね。誕生日どうしようかな。まあ、本当にね、まあ、ユウって言いますんで、よろしくお願いします。あ、これは変更できるんですね。まあ、ただ、基本選ぶのは、まあ、女性キャラクターよりかは、まあ、男性キャラクターがほぼほぼなので、今回も男の子と、こんな感じでね、いろいろ変えられるみたいですが、まあ、オートで変えられたりしないんですけどね。基本ね、もう何でも良かったりするんですけど、まあ、結構ね、もともと設定されてる、まあ、デフォルトの、まあ、どれでも、これかな、なんか動物の森、オフィシャルの目みたいなやつね。かな？変えられるのかなとかってね。これでいいか。あ、頬に色がつくんですね。まあ、いらない。お肌の色、まあ、もともと、デフォルト。あ、髪の色も変えられるんですね。なるほど。感じなんでね、自分か。それに合わせていきます。この姿でよろしいですか？はい、OK です。はい、決めていきましょう。まあ、これも、日本。
今回のね、動物の森の、事前情報をほとんど見てないので、何がいいかいくないかっていうのがわからないんですが、でも後々変えられるっぽいんですよね。ただ池の形が結構重要かもしれんみたいなことを、見たような気がするんだよね。リボンとかね、ハートの引けもあったりするのと、これなんだ、皮、毛と皮が途中で切れてる。これ池が2つあるとかね、そこもあるんで。多分これでね、リセマラを押してる人とかも、いたりするんですかね。池の形ね、結構これ好きだな。で、多分、3段階に流れてるから、上から流れてるような形になるんですかね。これでいいか。OK ということで。無人島に一つだけ持っていくとしたら、実際ね、自分が行くとしたら、無難ですけど、サバイバルナイフとかになりますかね。寝袋、明かり、食料、島つぶし。一番は、島つぶしかな。何かアイテムをくれるってわけではないですね。オープニングムービーが流れ終わりましたが、ロード中っていうことでね、到着ですね。一旦区切りが良さそうなんで、
この辺で一回、動画を切っていこうかなと思います。はい、到着。お疲れ様でした。L ボタン、L ボタン。今もうスイッチをね、やるのがもう久々すぎて、L と R があんまりどのボタンなのか分かってない。この A ボタンを押した後に L ってことね。はいはいはい。あ、OK か、動かせない。じゃあ一回ね、ここで。